チャールズ・マーティネーはアメリカ合衆国の俳優、声優。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身。20歳で俳優デビューし、多数の映画に出演。後に声優としての活動も開始し、1996年発売のテレビゲームスーパーマリオ64では主人公マリオの声優に起用される。以後マリオシリーズにおいてはマリオの他に。 ルイージやワリオ、ワルイージなどのキャラクターの声も担当している。なお、2018年には、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルへの声の出演を、もって単一キャラクターとして100作のゲームに出演した、ギネス世界記録に認定されている。前述のように、チャールズ・マーティネーは、コンピュータゲームシリーズである、マリオシリーズの主人公、マリオの声優を担当している。後には、 マリオの弟であるルイージなど他の主要、キャラクター複数の音声も担当し始め、かつ、マリオシリーズの音声は日本を含め世界共通であり、マーティネーの代表作となっている。彼は元来からマリオというキャラクターを知っていたわけではなく、担当するきっかけも偶然に近いものだった。マーティネーは、ある日、友人から日本史で廃漢校の役になって、 来場客に話すオーディションがあるという話を聞き、ぜひにと進められる。彼が当日会場にたどり着いたのは、オーディションの終了間際で、すでにキャスティングディレクターらが機材の撤去を始めていた。マーティネーがオーディションを受けたい旨を伝えると、ディレクターはそれを許可し、ブルック人に住んでいるイタリア人の配管校をイメージして、話すよう注文をつけた。 当初マーティネーは、イタリア系アメリカ人のステレオタイプにありがちな、低く耳障りな声を想像したが、すぐにそれだと小さな、子供たちに不快がられるだろうし、ありきたりでつまらないだろうと思い直し、親しみやすい今日のマリオの声色特徴に変え、結果としてオーディションに合格する。この時、オーディション用のテープがなくなるまで喋り続けたと、本人はインタビューに答えている。 マリオの声優として初めて広く認知された作品は、スーパーマリオ64だが、マリオの声優として、マーティネイが初めて起用された作品は、1995年に北米でのみ発売された子供向けパソコンゲーム、マリオ・エス・フィンドメントルズである。ふとは、主要キャラクター。マリオ役の声優マーティネイ氏、スマブラ SP で、マリオの出演100作目に、 ギネス世界記録に認定される。デン・ファミニコ・ゲーマー。2019年12月9日閲覧。ゲームヘッド、チャールズ・マルティネ、ザ・ボイス・オブ・マリオ。g-a-m-e-t-r-a-i-l-e-r-s.com。2008年10月4日閲覧。abc 小島高之マリオの声優、19年前に出演した、別のゲームの演技を振り返る。 シャドウオブメモリーズでシリアスな役を開演。デンファミニコゲーマー。https://news.denfaminicogamer.jp/.news/.200408f2020 年4月8日閲覧。チャールズ・マルティネ、ビハインド・ザ・ボイス・アクターズ。ありがとうございます。